ありがとうございました。あ、さっきのことはみんなに内緒よ。恥ずかしいから。郷田先輩が先生のこと好きになるの分かるな。悔しいけど。何言ってるの。私は先生のように強くない。私高校の時郷田先輩とお付き合いしてたんです。ラグビーに打ち込んでる先輩本当にかっこよくて、私の方からアタックして。そう。先輩が怪我をして大学を辞めちゃっても、私先輩のことが好きで助けたかったのに、突然いなくなっちゃって。郷田君ね、さっきみたいなチンピラと喧嘩しちゃって、時の彼の目を見て、それからすぐ郷田君学園に来て竹工芸を教えてくださいって。私は先輩を慰める言葉ばかり探して、何の救いにもならなかった。先輩が私の前からいなくなったのは、新しい生きがいを探すためだったんですね。そして先生と出会った。彼を救ったのは私じゃないわ、竹よ。彼には竹のような強さが必要だったの。私もそうだったから。ゆい先生、先輩を救ってくれてありがとうございました。